おはようございます。え、何誰勝負どころです。どうしたの？あ、髪型のことですか？はい、一応バルカンチェンジ。バルカンチェンジって大竹のチェンジアップで言ってるけど、髪型バルカンチェンジしました。違う違う違う、奥さんの髪型もスッキリしたということで、はい、今回の企画、イントロ甲子園。広い大地のその中で。どういうことですか？まあ、様々な野球に関する音を。ああ、なるほどね。はい、ああ、イントロクイズね。音楽とは限らないっていうことですね。野球の音。そうですね。まあね、僕ら編集マンですから。これは。あの、カスマタを叩いた音です。そういうことでしょ？はい、そうです。そういうことだ。フリー素材として使っていいですよ。今回も罰ゲームございます。はい、何ですか？罰ゲームは、慶応の音を取る。慶応？ね、どういうことですか？あ、慶応大学ね。はい、そうです。ああ、その慶応？スライムとすぎ我々のもう家のすぐ裏がね、慶応大学とか。まあまあ実はね。のね、野球部のグラウンドがあるんですよ。うん、たまに飛んできますもんね、打球。こっち。飛んでこないけど。そこまでか。そこまでいないけど。うん。で、その音を取ってきてもらおうと思います。ああ。大丈夫か、これ。大丈夫ですか。では、第1問目。この音は何でしょう？え？わかんな。え、これの音を答える？はい。もう一回聞かせてもらっていいですか？あ、まあまあまあ、合ってるか。はい。結構高いよ。じゃあ、勝松さんお願いします。はい。もう、これは、キャッチする音です。なるほど。はい。まあ、より鮮明に書きました。戸郷の遠投を大城がキャッチする音。あー、でも大城キャッチできないでしょ。ええー、遠投ぐらい取れる。あ、取れる。遠投ぐらい取れる。俺も近いですね。いつしか、杉内が、骨折した時の。いや、折れた音じゃないのよ。いや、骨折れた音じゃないのよ。くらい、高かったんで、音が。いやいや、もっとバキッと音するでしょ、まず。いや、わかんない。あの時、杉内だって地味に骨折してたじゃん、あの時。ベンチかどっかかな？ちょっと覚えてないですけど。これよく耳すますな、骨折れた。あれです、あれが長い。ちょっともう一回聞かせてもらっていい？杉内の音だと思って。杉内がね、骨折した時の音。これでシーズンボール振りますからね。そう負けねえだろ、お前。正解は打球音です。あれ打球音、打った音。あれ打った音か。音的にまだルーキーの音ですね。イチローです。失礼しました。失礼。北朝鮮の軍隊みたいな音でしたけど。ちょっとリアルなね。わかった。何人かでこれをやってる時の音っていうことかな。はいはいはい、ね、俺がバイトしてた時の相席屋横浜西口店のキッチン。知らねえ。本当に全く同じだから。知らねえ。勝間さんお願いします。これ絶対あったもんね。はい、坂本がサードでノック受けてる時の音。おー、なるほど。ノックっぽいよね。まあ絶対ノックだし、まあ打球音的にもゴロゴロって、まあちょっと優しいゴロを丁寧にさばく練習をしてるで、おいって言い方は坂本の多いです。あ、そうなの。はい、これ絶対にしない。キャッチャーの時あんま聞かないけどな。阪神の坂本じゃないよ。ああ、ややこしい。ああ、ややこしい。坂本隼人一世の方ね。え、何？違う違う違う。どっちどっち？阪神の坂本。違う。どっちでもない。どっちでもないの。じゃあ正解。勝俣さん正解。はい。はい、ごはい。巨人ファンたるや、このぐらいは当てられますよ。え、これユーポンじゃなくて？違う。ユーポンがサード守備してる時じゃないの？ユーポン上手かったけどね。あんな声まで再現でいいやじゃん。あ、そっか。うん。見て。なにこれ？こんな野球ある？じゃあヒントもらえますか？さすがに。ヒント。下半身から出る音です。
が出る音なんかやばい。いやらしいなぁ。別バージョンも聞きますか？あ、聞きたい。マジで全くわかんない。別バージョン。あー、それか。何の音？それね。あ、わかったわ。全くわかんないんだけど。いや、ちょっとさ、みたいな。いや、もう全然わかんないんで、雨の日の時にスパイクで歩いた音。じゃあ、カスマスお願いします。まあ、雨じゃなくて、まあ、シンプルに、まあ、ベンチを歩くことですね。まあ、コンクリートのとこ歩くとこ。正解は、カスマスの正解野球のスパイクね、金具なんだよね。そう。最初の音わかんねえな。最初はマジでわかんなかった。面白い。え、なんか俺なんか骨が折れた音みたいな。骨なんでさっきから骨ばっかり。え、骨骨ワルツっつったの。一緒ねえよ。行け。ちょっと待ってね。わかった。ちょ、まず聞こえなかったんだけど。まあまあでもいいよ、勘で書くわじゃあ。勘で書くわ。いや、どっちだろう。どっちだこれ。二択だ。いや、勝本さんお願いします。はい。これはもう、シゲの頃の方が投げるときです。まあちょっとあの、ビーフと二択で迷って、まあ、ビーフに。そんな音だったか。あんま聞こえなかった俺。あの、ストレート投げるときのね、あの、そうなのあるねあるけど そんな音だったかその音いや本当に俺も何にも聞こえなくてなんかが割れる音っぽかったのね最後に聞こえたのが割れる、うん、だからまあこの間あのイチローがね高校で窓ガラス割っちゃったからその時の音次はカツオさん次はすごいんだけど超すごいんだけど多分第二シリーズカイドウの時よ。カイドウまだいる時のゴローだよこれ。カイドウセレクションです。ほら。すげえ。ここまで愛さないとメジャー。ここまで愛さないと。すげえ。勝俣さん本当に野球関係なくたまにイントロクイズとかやったりするんですよ。はいはい、俺らでねなんかご飯かけて。はいはい、まあそうね。その時圧勝するからこいつ。マジで普通のイントロも強いんで。そうね。マジで得意だもんね。なんかデートが普通のさ J-POP というか普通の音楽のイントロない？ありますよ。あ、あんのか。準備。それ一回やろ。それやる。いきます。普通のイントロね。イントロ。嵐の100年先も愛を誓う。ワンラブ正解。はい正解。いきます。はい。え、グリーンの奇跡。正解。簡単すぎるって。簡単すぎ？え、分かった？いや、何も分かんなかった俺。嘘。まず音がね。聞こえない？はっきりと聞こえてないまだ。今、ランキングから1問出しますわ、じゃあ。ああ、最近のね。そう。うわそれ平等でしょ。これわかんねえよ。じゃあ、行きまーす。ああ、新時代じゃないの。ああ、どうも。正解すごい。いくよ。サムで。すごいわ。いや、すごいわ。ああ、ごめん。ちょ、一回遊び入れるわ。遊びこれ、これ分かったらすごいぞ。AKB 桜の金だろ。正解永遠の桜。いや、すごいなぁ。ちょうどこの、これからの季節ですね。そうですね。いや、すごい。いや、これはイントロクイズだよ。続いて。続いてじゃないの。何に続いてんだよ、今日。雨天中なんか長すぎたんだよ。サービス問題です。サービス問題。いきまーす。こんな。もう聞かせないでよ。聞かせないでよ、もう。せーの。春。コーチ。
正解。よしこだわって僕ら TikTok ハッシュタグつけてるんですよ。そうですから。あるかもちなんでつけてんのってめっちゃ言われるんだから。じゃあなにそれ。誰かってことでしょ。そうですね、夢で見たんですけど、夢、渡辺 GM が山川の生ケツに干し草でケツバットしてる。何言ってんの。俺の夢から引っ張った。その何言ってんの。いや俺一回この夢見たことあるんだよ。その時の音にそっくりだから。GM がやばった。夢盗まれたな、電に。干し草でね、ちゃんとケツバットしてるっていう。山川がおいって言って、おいって、おいって。バカ。で、松本さんお願いします。松本さん、新井貴博。正解は右で打つ中村明。知らねえよ、右で打つ中村明は無理だ。そうなの。右で打つみたいなやんだね、やっぱり。ダルビッシュもさ、左で投げるみたいな調整法やるやん。やっぱ一流選手はやるやん。やるんだね。そして、丸丸流します。どの場面か当ててください。今のね。現地の音かい。でこんな。なんか実況とかねえんかい。まあ、でもなんか。合ってるかも。じゃあジョッキーさんお願いします。はい。まあ明らかに野球してる時の音ですね。そうそう。あのペーニャの打球が伸びすぎてヒチリサブが間違って前に出ちゃってセンターオーバーになった時の音。あの時のね。さあ痛烈な当たり抜けていく。ガーン打球伸びたやつ。そう、ソフトバンクにペーニャがいる時。いた時ね。そう。じゃあいきます。いや、もっとすごい音するじゃん、だとしたら破壊音みたいな。でもなんか音ってやるより観客の盛り上がり。ああ、まあ確かに。あのひじりさんが前出ちゃったよみたいな。確かになー、そうね。なんかちょっと静かだよね。そうそうそう。おい、だとしたらお家知らなくて、今一回出してみたい。あんま面白くないけど、シンプルにさ。俺はもう村上のさよならだけど、もっと盛り上がるか。でもただ現地日本人少ないっていうのも加味してこのぐらいの盛り上がりかなっていう。ああ、メキシコの時って。メキシコの時。ああ、そういうこと。そう、いやいや全然違う。全然違うか。まあ、そう、なんかちょっと分かりきって喜んでる感あるんだよね。分かりきってないだろ、だってその時。いや、そう、これはまさにそうなんだよ。だからちょっと違うかなっていう。変えます。違うでしょ、これ。変えますか。これペーニャっつったらペゲロの方。そこじゃねえよ。何つったっけ。ペゲペーニャっつったっけ。ペーニャかペゲロ。ペーニャかペゲロ、うん、で俺はあのマレーロのホームラン5ホームベース踏み合わせて3塁打になった時の球場の雰囲気。ありましたね。そんなのも、なんかあの、ちょっと屋外っぽかったけどな。雰囲気的に、まあ、なんかちょっとざわざわしてアウトになった時も、ああ、なるほどね。微妙な現地の要。要は、そんなに盛り上がってないぞっていうところからヒントになったわけね。あ、そうですね。正解は、村上のメキシコ戦、さよなら、アンダー。あれだけよかった。おー、すげえ。待ってたんかい。すごくない。お前天才やん。天才やん、お前。あ、だからアウェーというか、多分、いや、あのその辺の俺らの盛り上がりとか、うん、あの時のね居酒屋とかの盛り上がりもっとすごいと思うけど、まあ、現地言うてアウェーですから、ここ。そうそうそう、わ、すごいな、お前じゃないっていう。1ミリも予想できなかった。合ってたんかい。余計なことしちゃったよ。マネールとして幻になりました。
して、スイングオンです。いきます。多いけどな、この音。わかったの？すごいけど。あ、でも、違うかな。ちょっと、多分。いや、ジョッキーさん。これもスイングオンですね、確実に。スイングオンいつだな。もう、振ってんだから、俺が今。ね。山口俊が病院で扉破壊した時のスイングを。おい。あったでしょ、酔っ払ってさ。思い出させんじゃねえよ。酔っ払ってなんかね、病院の扉壊したりね、警備員の人怪我させたり。その時の振りかぶった時のスイングを。なんで音が残ってんだよ、当時。あれ多分フォークの握りだったと思うけど。いや、そんどうやってやってんだよ、じゃあ、カスマスお願いします。違いますよ、これね、アニメメジャーですよ。え？メジャーの唐沢がタイム取ってスイングする音です。そう、お前これが当たったら俺もうどうしたらいいの、本当にやばいよ、本当に。はい、おい、つってさ、ファンって振るじゃん。振る振る。あ、試合してる時か。そうそうそう、あのそれこそまたあのカイドンのセレクションの時よ、これ。あ、そん時か、うん、正解はカツマスは正解。もう任せてよ、音に関しては。すごすぎるすごすぎるんですけど。タイム。ん？すげえ、こんな音初めて聞いたぜ。ちょっとイントロ界のサムラッシュ上げて。野球は目だけじゃないのよ、ほんと。音もやんないとやっぱちゃんと。いや、すごいんだけど。こんぐらい把握しておかないと。本当に。めちゃめちゃ楽しいじゃん、この企画。続いてがラストです。うわ、もう今もうコールドゲームぐらい差ついてるじゃないですか。今同点ぐらいですよね。ってことでこの問題を取った人が勝ち。いや、そうじゃないと面白くないから野球って。いきます。削ってる。なにこれ。鬼滅の刃の刀鍛冶編じゃないよね。刀研いでるやつじゃないよね。ボロボロないながら。鬼滅の刃知ってる？知らん。かまど炭治郎って知ってる？かまど炭治郎。だってお前炭治郎って炭谷銀次郎のことだと思ってたよ。炭谷銀次郎訳してね。違うからもう。なんだこの音。木造のバットを日本刀にするみたいなやつやるよね。はい。何言ってる？ヒント。はい。作ってます。あ、なんか作ってんだ。作ってます。いや、かすまさん。いや、全然わかんないです。まあでもなんか、あの、金属みたいな音はシャベルみたいな音なのかなと思って。うん。ピッチャーマウンドを整備してる音。じゃあ、長久さん。もう確実に刃物っぽい音がしてたんで、ソフトバンクのみんなでバーベキューしてた時にそこにデスパイネも参加してて、そこで肉切って焼いてるし。何の音やね。いや、あんのよこの映像。あ、そうなの。あるあるある。デスパイネが、デスパイネが来てんのよ。残念。あ、びっくりした。そりゃそうやな、デスパイネだった気がするけどな。じっくり聞いてくださいね、じっくり。はい。どうもわかんないです。めっちゃ聞いたことあるんだこの音。何これ。これなんかのあれじゃないか。作ってますね、白いものを作って。公式で出しますね。ピッチャー食卓に並ぶ。じゃあ食卓に並ぶ。もう俺これしかわかんない。でもこれ結構いい設定じゃない。じゃあカスマスお願いします。いや、全然ピッチャーとかいろいろヒントもらってわかんなかったんですけど、あ、まあ一旦でダメになったピッチャープレートを改良して箸置きにした。あれをね。そう、まあうまく切ったら使えそうだけど、特に綺麗なとこ厳選。誰が YouTube 出してんのよそれ。分かんない、もう全然分かんない。じゃあジョッケさん。もう俺これじゃなかったら分かんない。
高梨キッチンの一部始終。え？正解は、あ、やばい。チョキューさんだ。これしかもう分かんなかったもん。高梨キッチン。よし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 。ちょっと見よう。見ます。そういうこと、クリームシチューだ。あ、シチューの音かい。おぉ、シュこんなん誰が。シチューの音かい。KO、音取りたいと思います。ちょっとなんかかすかにカキンカキン音鳴ってたんで、まあバッティング練習してんじゃねえかなってことで、まあちょっとあんまね近づけないんですけど、行けるところまで行きたいと思います。ポン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 、ハティハティハティホ、ハティハティハティホ、ハティハティハティホ、What's up, what's up?皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング!ゴーチャイアンツ!